福岡市青果市場跡地に来年春開業予定のららぽーと福岡に展示される実物大ガンダムが今日お披露目されました。無事、頭の部分と胴体がドッキングされると会場から拍手が。今日1日限定でお披露目された実物大のガンダムは国内5体目、西日本では初めての設置となります。シリーズ初の完全オリジナル劇場版映画に登場するものをもとに制作されていて、高さはおよそ25メートル、歴代の実物大ガンダムで最大だということです。来年4月のららぽーと福岡開業に合わせて一般公開される予定です。ららぽーと福岡には他にも九州初上陸となる60以上の職業体験ができる子ども向けテーマパークキッザニアなどが入る予定です。